うちの子供4人、駅前のファミレスに置いてきたから、迎えよろしく。は？今から旅行だから、3日くらい預かって。お姉さんどうせ暇でしょ？普通に仕事中なんだけど。帰り道ファミレス通るよね。その時拾ってくれたらいいから。何考えてんの？ご飯もデザートも好きなだけ頼みなさいって言ってあるから、支払いもよろしく。下の子確か2歳とかだったよね。そうだけど。一番上が小5だから問題なし。あの子しっかりしてるから。そういう問題じゃなくて、子供4人置いてくるなんてありえないでしょ。は？ありえてるじゃん。実際に置いてきたわけだし。人としてどうかって話をしてるの。そんな何ヶ月も行くって言ってるわけじゃないんだよ。子供たち不安がってるよ。すぐに戻れないの？もう新幹線乗っちゃった。健太は何してんの？海外出張だって。子供の世話丸投げして、自分だけいいご身分だよね。あんまり腹立ったから、私も行くことにしたの。あなた母親でしょ？ 4 人も産んだ責任があるはずよ。それを言うなら、4人も仕込んだあんたの弟にも責任はあるでしょ？それは当然よ。でも、弟は外で働いて、あなたは家庭を守る。そういう話じゃないの？ケンタが旅行するなら私も旅行する。それが対等な夫婦だと思う。ケンタは仕事でしょ？張り合ってどうすんのよ。これがうちのやり方なの。浮気されれば仕返すし。それで子供が犠牲になるのはおかしいと思う。そのために便利な義士がいるんじゃない。姪も甥も可愛いけど、私はシッターじゃない。困った時は助けるけど、今回はあなたがこの状況を作り出したのよ。困ってます。助けてください。これでいい？上司の許可が下りた。今から迎えに行く。はあ、よかった。3日くらいで戻るね。熱39度あるけど、適当に下げといて。は？嘘だよね。誰が熱出してるの？全員だけど。え、ちょっと待って。熱がある子を外に連れ出してファミレスに置いてきたの？そうよ。ありゃ多分インフルだね。たく、誰がもらってきたんだか。いやいや、そんな子たちを人がたくさんいるところに置いてきたの？大丈夫だって。子供って熱があっても元気だし。でもよかったよ。私に移らなくて。ちょっと本当に信じられないんだけど。アンビリーバボーってやつ？ふざけないで。あなた今までもこうやって適当な子育てしてきたの？うわ、子供のいないお姉さんに子育てのあれこれとか言われたくないんだよね。人が人を大事にするのに経験なんかいらないでしょ？だるいわ。ストレス発散してこよっと。すぐに戻って。誰が戻るか。15分後、誰もいなかったよ。本当に駅前のファミレスで間違いない？え？子供4人組なんてどこにもいないの？トイレじゃない？見たけどいない。絶対に動くなとは言ったんだけどな。ちょっと店員さんに聞いてみる。大変なことになった。家にでも帰ったんでしょう。鍵持たせてないから、そのうち戻ってくると思うよ。違う！救急車で運ばれたって。は？保護者が戻ってきた時のために搬送先の病院を聞いておいてくれたからよかった。今から行ってくるわ。あなたもすぐに戻って。あんたのせいよ。え？もっと早く仕事切り上げて向かってれば、こんなことにはなってなかったでしょ？それ本気で言ってる？旅行でワクワクしてる私に戻れだって？どんな神経してんのよ。子供たちのこと心配じゃないの？見るのは医者でしょ。私が待合室にいたら治療がはかどるわけ？話にならない。4人が4人とも重傷ってことはないでしょ。多分チビ2人がぶっ倒れて上2人がついてったってだけだよ。違うの。全員ぐったりしてて、他のお客さんが声かけて店員さんが救急車呼んでくれたそうよ。まあ病院行けたなら大丈夫でしょう。保険証忘れたから医療費もよろしくね。ファミレスの代金も医療費も立て替えるだけよ。ちゃんと返してもらうから。いいから早く行きなよ。その言い方はないんじゃない？お願いしますの一言も言えないの？さっき言ったし。もうタクシーで向かってる。大事な金づるなんだからちゃんと生かしといてよ。何それ。4人が大人になって5万ずつでもくれたらそれだけで20万よ。老後楽勝。
そのためにたくさん産んだの。それ以外ある？お店の人も子供だけ置いていかれて迷惑してたし、他のお客さんも気になって食事も楽しめなかったと思う。じゃ、ファミレスの飯くらいで楽しむもクソもないだろうが。人の思いがわからない人ね。それはあんたよ、旅行の邪魔しやがって。おとなしく面倒見てればお土産でも買ってきてやろうと思ったのに。そんなものいらない。次は土産やったんだから預かれとか言いそうだし。よくわかってんじゃん。世の中ギブアンドテイクなの。与えてもらってばかりのくせに何言ってんの。説教はいいからさっさと病院行けよ。今向かってるし、あなたの代わりに行くのよ。その言い方はあんまりじゃない。私を選んだあんたの弟を責めたら。じゃあね。2週間後。あーごめん、楽しすぎて延長の延長の延長しちゃって。チビたちどうしてる？退院した？子供たちはもういない。は？あんたに任せたのになんてことしてくれんのよ。医者も訴えてやる。将来の稼ぎ頭4人も死なせたんだから、10億はもらうから。何言ってるの？生きてるに決まってるじゃない。さっきはいないって言ったでしょ。どっちなのよ。文字通りよ。もうこの町にはいないの。わけわかんないこと言ってないでさっさと返して。弟が4人を連れて実家に引っ越したのよ。なんで？仕事しながらじゃ面倒見きれないし、両親に頼るしかないでしょ。私がいるじゃない。こんなクズに大事な子供を任せられると思う？今まで育ててきたのは私よ。上の子が家事全般はやってたそうね。弟が帰ってきた時にはさも自分がやったかのように食事を振る舞ってたんでしょ。だってあの子の方が上手なんだもん。なぜパパに言わなかったのって聞いたら、なんて言ったと思う？知るか。離婚になったらママに引き取られてパパに会えなくなるからって言ったのよ。まだ子供なのにそんな先のことまで考えて自分や弟たちを守ろうとしたの。あいつ、そういう生意気なとこあんのよ。母親がこんなんだからしっかりせざるを得なくなったんでしょ。いいからさっさと返してよ。親権ってのは大体母親がもらえるんだからね。まともな母ならね、あんたみたいなゴミ親に親権を渡すわけがない。訴えてやる。確実に負けるわよ。私も今回のことを証言するし。じゃあ私の老後はどうすんのよ。子供に頼ろうなんてのがそもそもの間違いなんだけど。じゃあなんであんな痛い思いして産まなくちゃいけないの？将来役に立つからでしょ。じゃああなた自身は親のために何かしてるの？なんで私が生まれてきてやっただけで感謝しろって話。そうよ、あの子たちもそう。この世に無事に生まれてきて元気に育つことだけが親孝行であるべきだと思う。うちの親はお金を要求したりしないだけ。私はするの。そういう母親だから引き離されたのよ。まだわからないの？返せ。私の金づるを連れてこい。家族にも会えず孤独で寂しい日々を過ごしなさい。いつか思うはずよ。お金なんていらない、子供たちに会いたいって。そう思った時はもう遅いから。思わない。ただ賞金だけはするように伝えてくれる？だったら返さなくていいわ。わかった、伝えておく。ほんと？ああよかった。これで老後の心配いらないわ。育てなくていい上に将来仕送りもらえるなんて最高の人生じゃない。素直に仕送りしてくれるって本当に思ってるの？当然よ。だって子供は無条件にお母さんのことが好きなんだから。そうかもしれない。だから余計に子供たちがかわいそうなのよ。そしてあんたのようなクズから私や弟が守らなきゃいけないの。うるせえな、さっさと引っ込めよ。あんた一番関係ないからね。わかった、弟に代わるわ。おいゴミ、何してんだ？はぁ？妻に向かってなんてこと言うのよ。俺の姉貴に迷惑かけて子供たちに不安な思いをさせて、俺を裏切った女を妻と呼ばなきゃならないなら死んだ方がマシだ。あんた実家に帰ったらしいじゃない。仕事はどうすんのよ。やめた。父さんを手伝って後を継ぐ。はぁ、あの潰れかけの酒蔵。
確かに江戸時代からある古い店だが、潰れることはなくなりそうだ。なんで？有名アーティストがインスタで取り上げてくれて、注文が止まらなくてな。俺もいずれ継ぐ気だったし、この機会に戻ることにした。子供たちも自然がいっぱいで喜んでる。それ儲かるの？は？私も行く。何言ってんだ、ブース。なんて言われてもいい。一緒に暮らす。消えろよ、カス。金の話したら急に態度変えやがって。違うの。お姉さんに言われて気づいたの。やっぱり母親は子供と一緒にいるべきだって。必要ないから断る。どうして？私は確かに間違ったことをしたけど、日頃の育児ストレスから旅行したくなっただけなの。二文字抜けてるぞ。浮気旅行だろ。え？姉貴から電話をもらって、すぐに出張を切り上げた。私の居場所なんてわからないでしょ。お前、俺のクレカで飛行機のチケット買って石垣島行ってただろ。あ、航空会社も俺のアカウントでログインしてるから筒抜けなんだよ。アホなのか。深く考えてなかった。2名分か。稼いでもない上に子育てもまともにしてないやつが随分と太っ腹だな。もう分かってるんでしょ。ちょっと付き合ったけどもう別れたの。へえ。石垣島に行ってから経営者は嘘だとか、実は結婚してるとか言い出したのよ。ひどくない？俺に聞くな。その上旅費も立て替えただけで返してもらうはずだったのに、連絡取れなくなったの。ひどいでしょ。話長いな。金さえもらえればどうでもいいんだけど。何のお金？慰謝料と養育費。分かりきったこと聞くな。お金ない。働け。いやだ。わかった。じゃあ子供たちとの面会は許可しない。問題ないわ。会いたいなんて思わないから。そうか、それを聞いて安心したよ。じゃあ、あとは姉貴に任せる。お前と話してると頭痛がするんだ。何よ。慰謝料、養育費は払わない。子供たちに会わなくてもいい。これでオッケー？そうよ。わかった。じゃあそれで手続き進めるわね。勝手にして。いい男見つけて、あんたらを見返してやるんだから。頑張ってね。後日談。あっさりと引き下がったわけではありません。むしろここから全力で攻めるための撤退でした。弟はまず調停を申し立て、香りが来ないことも予見していました。そして裁判に移行し、無事勝つことができたのです。養育費や慰謝料等もこちらの要求がほぼ通る形となり、今後香りの資産などは差し押さえが可能になります。いくら働いても男に貢いでもらっても、愛する子供たちの身になるんですから、きっと喜ぶことでしょう。香りはマッチングアプリで男を漁っているそうですが、全く食いつかないとか。なぜでしょうね。それは、すべての出会い系アプリに登録した私が注意喚起して回ってるから。なんて、香りは想像すらしないでしょうが。先日、4人の子たちに会いに行ってきました。笑顔が輝いていて、幸せそうに笑ってます。この笑顔を私たち家族で守っていこうと思います。